こんにちは、ガミでーす。ということで、移動になったんで Vlog やっていきたいと思いまーす。そういやさ、言うの忘れとったんだけどさ、何日か前にさ、このチャンネル、この YouTube のチャンネルあるでしょ？今、これ。これのさ、チャンネルのタイトルを変えたんだわ。しれっと。今ちょっと実験しててさ、今まではさ、40代からの人生逆転、矢神の Vlog って書いてあったんだわ。で、それをさ、今、赤字脱出プロジェクト、矢神の Vlog って書いてあるのは、まあ、これ、多分また変えるんだけど、これなんで変えたかっていうとさ、俺もう一個やってるでしょ。で、まあ、店のやつと、息子のやつと、あと、もう一個。これともう一個。今、全部で4個さ、チャンネルを管理してるでしょ。で、やってるわけですよ。ほんでさ、ついにさ、そのもう一個の、まあ、株の話してるやつなんだけど、が、完璧に収益化されたわけ。こないだまではさ、まあ、収益化って、2段階あるでしょ。チャンネル登録が500人プラス、再生時間が3000時間。これが第一関門で、それをクリアすると、スーパーチャットと、なんだっけ、なんだっけ、スーパーチャットと、ショップか。なんかショップにリンクしたりとかするっていう収益化ができますよっていうのが一個あるでしょ。で、その後に、チャンネル登録1000人と、4000時間。それをクリアすると、まあ今まで通りの広告収入だったりとかっていうのが入りますよ。まあ全部のその収益化機能を使えますよって、YouTube はさ、2段階あるわけ。で、まあ結構前にも話したけど、その第1段階は収益化できましたっつって、言ってたんだけど、そのもう一個の株のチャンネルの方はね。で、それがいよいよ全部できたわけですよ。でさ、まあ、タイトルオプチャンネルの時もそうだったんだけど、あれ、チャンネル登録はさ、なんか、同情とかさ、なんちゅうの、お願いしますって言ったら、してくれるんだけどさ、やっぱり4000時間っていうのがさ、結構なハードルなんだよね。ほんと、タイトルオプの時もさ、なんかコロナになりましたとか言って、とりあえず YouTube やりますとかって言って、Twitter とかでもうなんか YouTube 頑張りたいんでお願いしますって言ったらさ、チャンネル登録がブワーって増えてさ、で、2500ぐらいあるんかな？ないか、そんなに。まあ、2500ぐらいなんですよ、多分。で、だけど、その当時も、何これ、全然、4000時間ってめっちゃあるやんってなって、4000時間ってさ、だって、踏んでいったら 60×60 分の4000時間だもんで、24万分でしょ？ 24 万分ってなかなかなんだわ。ほんで、タイトル分の時は、夜中中さ、うちの水槽をさ、生配信したりさ、なんかありとあらゆるとことやったんだけど、全然なんか再生も伸びなくて、だけどまあ、結局なんか1万超えの、再生数のミュージックビデオとかさ、なんだかんだこう積み重ねてったら、まあ4000時間っていうのはクリアできたわけ。で、もう息子のやつは一瞬だったの。もう本当に、ショート動画がバズって、なんか、ショートが1000万回以上みたいな、なんちゅうの、なんだっけ、チャンネル登録が1000人以上、プラス、総再生時間が4000時間、および、もしくは、ショートが1000万再生以上みたいな、なんか収益化条件があるんだけど、息子のやつは多分4000時間じゃなくて、1000万回以上ショート動画が再生されたもんで、まあ、それすぐ収益化できたわけですよ。で、もう一個、その株のやつは、まあ、一時期4000時間もう超えとったんだわ。ほんで、なぜなら、昔さ、なんか、張り切って1日2回投稿しとったんだよね。で、見てくれる人はもう決まっとって、それがどんどん再生されてくから、4000時間もう超えてるのに、1000人いってないっていう状況だったんだわ。ほんで、ちょっとなんかサボって、もういいかなと思って、もう2年、3年やっとるでさ、ずっと。もうこれもいいかなと思って。で、ちょっと、毎日投稿ってさ、まあ株、土日は株ないからさ、まあ月金は絶対投稿するっていうのをやってたんだけど、なんか、
最近飲み始めたでしょ飲み始めたでしょってか、たまに飲むようになってきたでしょ。そのコロナの時とか飲みにも行かんし、やれとったんだけど、なんか誰かと飲みに行ったりとかして、夜中とかになるともういいや、みたいな日が続いてきて、1日2回投稿しとったのを1回にサボっとったんだわ。そしたら再生時間がどん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 減ってて、4000時間あったのに、あれ1年間でカウントするもんで、いついつから1年間で、今日だったら1年前の今日から今日で4000時間あるかっていう風だから、どん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 それが3ヶ月後になったら、なんちゅうの、一生懸命日本投稿しとった時のカウントがなくなってくんだわ。だからどんどん再生時間っていうのが減っていってたのね。そしたらさ、その時は1000人行くの難しいなーって、そのチャンネルはとか言って、だけど再生数は行ってんだけどなーって言っとったのが、半年ぐらいサボったら逆転しとってさ、なんか再生数が3000時間ぐらいまで減っちゃって、1年間の再生数が3000時間ぐらいまで減っちゃって、それでチャンネル登録はもう今1300ちょっと1400弱ぐらいなんだわ、まで伸びとったので、その半年ぐらい前に、あ、逆転しちゃった、せっかく1000超えたのに今度再生時間がないがやって思って、まあでももう一回やるかっつってずっとやっとったら、ようやく半年ぐらい経って4000時間を超えたわけですよ。だってさっきも言ったけど24万分だよ。で俺そっちのやつなんてさ、せいぜい5分ぐらいの短い音声だけの動画なのね。で平均視聴維持率っていうのはだいたい1分ぐらいでしょ。さもう5分全部見る人いないじゃん。でだいたい平均的に1000回再生ぐらいなんだわ。いい時は2000回4000回とかでいくけど、だいたい平均1000再生ぐらいなのね。で平均視聴維持率が1分って考えたら、1個の動画で1000分しかないでしょう。で24万分いるってことはさ、1個の動画で1000分でしょ。ってことは10個動画上げても1万分でしょ。で100個上げても10万分でしょ。で24万分だから100個だから240個上げて、平均的に行って、240個の動画を5分のやつ上げて、平均し維持率が1分でようやく24万分でしょみたいな。だから結構ね、本当に4000時間っていうのがね、あれなんですよ、ハードルだったんですよ。まあでもそれクリアして、あ、そうそう、めっちゃ話長くなったけど、そう、でこのチャンネルも行くかと思って、ちょっとやるかと思って、せっかく今、まあ息子のやつは別としたら、今まで2個とりあえず収益化できてやってるわけで、でこれも行くかと思って、あとレーベルのやつも行きたいなと思って、まあ今レーベルのさ、チャンネルはもうタイトロープと一緒にしちゃってもいいかなとも思っとるんだけど、まあとにかくこれもちょっと1000人と4000時間を目指したいなと思って、で意外とね、このチャンネルもね、もう総再生時間はね3000時間ぐらいはいってるんですよ。だからこの間と一緒、1000人は超えんけど4000時間いくんじゃねえみたいな、まめにこうやってコツ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 上げとればっていうような状況なんで、意外と狙えるんじゃないかなと思ってさ、でやろうと思った時に、もうこの話本題になるまでもう9分かかっとるんでね、そうそう、タイトルとかどうしようとかさ、その SEO みたいなのどうしようとかさ、ジャンル的にどうしようとかって思うじゃん。だから、まあ、タイトロープはさ、そのタイトロープからの配信ライブをやったりとか、そのミュージックビデオを上げたりとか、まあ、インディーズ音楽にフューチャーしたチャンネルなわけですよ。で息子のやつはもう生き物系でしょう、もう決まっとるでしょう。でもう一個やってるのが株でしょう。だけどこれただの雑談でしょう、いろんな話をするでしょう。だけど一応まあ前から言ってるみたいに、このチャンネルの目的っていうのは経営者の、それも同じようなその順風満帆な大金持ち経営者じゃなくて、なんかいろんな試行錯誤をしながら戦ってる経営者と俺は仲間になりたいと思ってこのチャンネルをやってるもんですから、だからまあその一応経営者っていう、弱小経営者みたいな、赤字からどうのこうのと思ったわけ。だからそれで俺はさ、チャット GPT に聞いてみたんですよ40代赤字会社の
経営者です。名前は矢上です。とか言って。で、YouTube を始めようと思うんですけど、何かいいチャンネル名はありませんか？みたいな質問を打ったわけですよ。そしたらさ、10個ぐらいブワーって出てきてさ、あれすごいでしょ？チャット GPT って。なんかブワーって出てきてさ、その中にさ、赤字脱出プロジェクトみたいなのがあったから、じゃあ一回それにしてみようと思ってそれに変えたんだわ。ほんでさ、チャット GPT にさ、あの40代赤字経営者の最初の挨拶はをか、何 YouTube の初めの冒頭の挨拶を考えてくださいって聞いたらさ、本当にさ、なんか YouTube 見とるんじゃないかと思う。こんにちは、矢上でーすって書いてあるんだわ。じゃあ、こんにちは、矢上です。赤字脱出プロジェクトへようこそ。このチャンネルでは、あの、経営者の皆、なったかな、なんかの、赤字から脱出する経営ノウハウや、実体験を通じたビジネスアイデアと何とかを、もう忘れたわ。なんか、あとで、もう一回チャット GPT に聞いてみるけど、ちゃんとさ、その、挨拶とかも考えてくれるわけ。え、すごいやんと思って。ほんで、なんか、じゃあ、ライブハウスのホームページの SEO 対策を教えてくださいとか言ったら、ブワー出てきて、もっと聞いたろうと思って、赤字のライブハウスを黒字化させるためにはどうしたらいいですかって言ったら、ブワー出てきて、なんか、配信ライブを活用して全国のファンにどうのこうのでとか言って、なんか、日本から海外へのなんかもどの視野に入れてどうのこうのとかさ、すっごい面白いよ、あのチャット GPT って。そう、なんかちょっと話飛び飛びになったけど、要は、ま、YouTube のチャンネル登録とか、その4000時間収益化って、なかなか大変で、ま、あの、金払えばできるけど、金払えばすぐできるけど、あんなもんやったって、本当の視聴者はいないわけでしょう。本当になんかこう、伝えていくためにはやっぱりこうやって地道にやっていかないかんっていう、そっちはもうすごい大変で、でな、まあこのチャンネルもこうちょっと伸ばしたいなって思った時にチャット GPT に聞いてみたところ、赤字脱出プロジェクトがいいって言ってきて、あのそのアドバイス通りに一回やってみようと思って、でっていう話なので、まあもうちょいさ、なんかやってみたら、多分チャンネル名はまだ俺の中で納得はいってないもんで、多分また変えるとは思うんだけど、とりあえず、そのチャット GPT 的に SEO 対策とかも考えた、こう、チャンネル名とか、考えてくれるもんで、ちょっとしばらくの間、その感じでやってみようかなと思って。そしたらひょっとするとチャンネル登録伸びるかもしれんでしょ。今、350人ぐらいおるでしょう。これ、下手したら1000人いくかもしれんじゃん。だから1000人、4000時間っていうのはもうこのチャンネルでは全く収益化とか考えてなかったけど、まあ、せっかくさ、なんかこう、なんかいろんなのがクリアでき始めとるもんで、このチャンネルもさ、ちょっと伸ばしてみたいなと思って、ちょっと頑張ってみるんで、なんか YouTube 詳しい人とかいいアドバイスとかあったら教えてほしいなっていう話でした。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。あ、ここで言うんだ。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。